と申し上げます。子どもさんはまずご家族を中心に賢い消費者としての力を身につけていただくことを目的に、姫路市、上川町、市川町、須崎町、そして中有馬区人局が共同して実施しています。この上、もしおかしいなっていうふうに思われましたら、ぜひ消費者センターに連絡しましょう。悪質商法お断り。そやそや、みんなで今晩ちょっと見に行ってみようか。みんなは真っ暗になった外へ出ました。放射能というのは体に対する影響は一言で言うとよく分かっていないということです。ダイビングタックを避けるということが今日本では一番大きい問題です。子供には生肉は絶対食べさせないでくださいと言い続けてきました。ところがこのユッケ実験を見て本当にびっくりしたんですけども、6歳の子に生肉を食べさせる世の中になってしまったのか。それで健康食品というのは一つはまず害はおそらく非常に少ないと思います。たくさん取らないためには。ですから害という意味ではリスクは非常に少ないと思うんですが、効果があるかどうかという意味ではクエスト、それからくれぐれも自分と子供は違うので、自分に聞いたから子供が聞くとは絶対これ思わないんです。それは注意してください。で、子供さんにはとにかくあまり健康食品を取らせない方がいいので、やめた方がいいです。滝田先生、今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。